内務省は、インドの行政機関。内政を担当する省として、主に治安維持や国内警察を所管する。内務省の長は、内務大臣である。内務省は、インド警察職、デイニップス、ダニックスの幹部の監督当局である。第一警察局は、i p s の幹部統制当局である。他方、連邦直轄領局は、デイニップス及びダニックス、並びに、 アルナーチャルプラデーシュ州、ゴア州、ミゾラム州、連邦直轄領に置かれた全員の公務職幹部を所管する部局である。内務省の長は内務大臣であり、一人または複数の閣外大臣及び大臣室を管理するために置かれた公務員に補佐される。内務次官は通常全員の公務職公務員である。内務省は次官に加え二千八年から インド警察職出身者を含む4人以上の時間と同格の公務員を設置している。現在の内務次官はラジャイブ・ガウバである。中央武装警察隊及び国内情報機関中央武装警察隊、国家捜査局、情報局の長は内務次官に直接報告をし、内務次官は内務大臣に報告する。中央武装警察隊の長官は特別時間や特別時間、 時間保に対しても報告する。内務省は、州の憲法上の権利を侵害することなく、安全と平和と調和を維持するために、人員と財政支援、指導と専門知識を州政府に与えている。内務省には、以下のような庁がある。国境管理庁国境の管理を所管する。内部安全庁警察、取締り、社会復帰を所管する。 ジャンムーカシミール庁ジャンムーカシミール州に関する憲法の規定及び外務省が所管するものを除く同州に関する事項を所管する内務庁大統領及び副大統領の就任の通知首相その他の大臣の就任の通知を所管する公用語庁公用語に関する憲法の規定及び1963年公用語法の規定の実施を所管する 週刊係庁中央都州の関係、週間の関係、連邦直轄領、自由の投資の年金を所管する。専門的な庁に分割されておらず、内務省自体に設置された壺根が存在する。行政局あらゆる管理及び警戒に関する事項、将来の局間の業務の分配、2005年、情報権利法に基づく、情報を提供の遵守状況の監視、 命令の優先順位、パドマアワード、ギャラントリーアワーズ、ジーブン六社パタックアワーズ、国旗、国家、国章、セキュリテリットセキュリティーオーガニゼーションに関する事項を所管する。国境管理局国境管理のための行政、外交、安全、情報、法律、取締り、経済に関係する国の機関に関する事項、国境の道路、柵、投稿証明の設置、 国境地域の開発計画、多目的国家 ID カードのパイロットプロジェクト及び沿岸警備を所管する。コースタルセキュリティ、中央、州局州知事の任命、新しい州の創設、ラージアサバーやロークサバーへの指名、宗教問題、州の犯罪状況の監督、犯罪に関する大統領令の執行や仕事、 犯罪追跡ネットワークシステムなど憲法に規定された仕事を含む中央と州の関係を所管する。調整局省内の仕事の調整、立法事項、公的苦情、省の年次報告の公表、保存期間の記録、省の年次行動計画、省の分類された記録及び未分類の記録の保管、省内研修、指定カーストと指定部族及び障害者の報告の、 供給を所管する。災害管理局自然災害や人的災害への対応、救援、支援を所管する。また、立法、政策、能力強化、予防、人生長期の復興も所管する。財政局統合財政制度のもとで、省の予算の策定、運営、管理を所管する。外国人局詐称、移民、市民権、海外市民権、 外国からの寄付やもてなしの受け入れに関係するすべての事項を所管する。自由の投資及び社会復帰局自由の投資の年金制度と、旧東在パキスタンからの移民の社会復帰制度、スリランカとチベット難民の救済対策を所管する。また、敵国人財産と疎開者財産に関する仕事も所管する。人権局人権擁護法に関する事項及び国民。 統合とコミュナルハーモニーとアイオディアに関する事項を所管する。第一治安局様々なグループや過激派組織による反国家的、破壊的活動、テロリズムに対する政策及び運営上の課題、安全検査、軍統合情報局の監督、複合的対話プロセスの一環としてのテロリズムや薬物密売に関する内務時間レベルのパキスタンとの 協議をを含む国内安全の法律と秩序を所管する第2治安局戦闘部隊と爆発物、刑事事件における司法共助の申請書、1980年国家安全保障法、及びそれに基づく陳情、麻薬取締部の運営、テロリストやコミューン、ナくさライトによる暴力の犠牲者に対する中心的支援、議員特権の違反に関する事項を所管する。 ジャンムーカ・シミール局インド憲法370条に規定された事項並びに、ジャンムーカ・シミール州及び同州のテロリズムに関する事項を所管する。また、ジャンムーカ・シミール州のための政策も所管する。司法局インド刑法刑事訴訟法、調査委員会法の立法を所管する。憲法に基づく大統領の同意が必要な州立法、 独立前の支配者層に対する年金、憲法72条に基づく斜面単案に関する事項も所管する。左翼過激派局なくさライトや毛沢東思想の左翼過激派の規制を所管する。北東局反乱や過激派との協議に関する事項を含む七姉妹州における国内治安と法令を所管する。第一警察局インド警察職に関する幹部。 統政当局としてのつぼねであり、功労者や勇敢な行為等に対するプレジデンズ、ポリスメダルズも所管する。第二警察局中央武装警察隊及び国境警備隊航空団についての政策、人事、運用及び財政に関する事項を所管する。また、現役及び退役した中央武装警察隊員の福祉や国連平和維持活動の配備に関する事項も所管する。 警察近代化、局中警察の近代化、中央警察の近代化、警察改革、警察任務に関するすべての事項を所管する。政策企画局国内治安の課題、対テロリズムにおける国際協調、国際条約、二国間共助条約等に関する政策策定を所管する。連邦直轄領局デリーを含む連邦直轄領に関するすべての法律上、 憲法上の事項を所管する。また、アグマットの全インド行政職、インド森林サービス職、インド警察職、ダニックス、デイニックスの幹部統制当局でもある。さらに、連邦直轄領における犯罪と法と秩序の監督も所管している。ありがとうございます。